ごはん、サンドイッチ、フィッシュ、量多くないのに2個だよ、2個。お茶箱ありがとうございます。セブンイレブン、こっちに完全に引っ越したら自炊しますよ、自炊。皆さんも聞いたわね。あとメインは作ればいいじゃないですか。でもその作ってるとこは配信しないけどね。1ヶ月節約する、そんなんつまんねえ、見てても。だって普段みんな節約してんでしょ。ピザはちょっと無理だね、毎日はね。節約。ダイエット企画で病気になるよ、こんなハリウッドスターじゃないんだから、なんか60キロぐらい太ってさ、病気になっちゃった人いるよね、痛風かなんかで。ね、テレビは多分 Wi-Fi につながると思う。絶対物欲しいだろう。物置になる。エアコンは私別に全然気にならないけどね。全然普通だよ。いや、8時から12時の間なんで、今8時40分。4時間も待ちだね、今日ね。